9日金曜日、時刻は夜7時30分になりました。皆さんこんばんは、日向坂46の小坂奈緒です。先週からスタートしたこの番組、1回目を聞いていただいた方いかがだったでしょうか。2回目ということでちょっと気持ちは楽になりましたね。はい、1回目がすごく楽しかったので、まあ、これからもねちょっとすごく楽しみにしているんですけど、ちょっとここで私の最近挑戦したいことがありまして、私もともと勉強するの結構好きな方だったんですよ。でも一つだけ全くできない教科がありまして、英語が全然できないんですよ。そうなんです、英語が全然できなくて、中学生の英語ってめちゃめちゃ大事じゃないですか。でもあそこがもう基礎になるんですけど、で中学生の英語から本当にできなくて、で、まあ、一度お仕事で韓国に行かせていただいたことがあるんですけど、その時もメンバーの宮田真奈もと一緒に韓国で買い物に行ったりとかしてたんですよ。自由時間をいただいて、その時も宮田は英語読めるんですよ。で私読めなくて結構困ったんですよね。これなんて書いてあるのって教えてもらったりとかして行動してて、ちょっと恥ずかしい思いをしたんですね。だから私本屋さんで英単語の本を買ったんですよ。もうちゃんと勉強しようと思って、で、まあ、高校も卒業しましたし、時間ができるんじゃないかなって思って、まあ、学生でもないんですけど、ちょっとずつね、その英語の勉強をしていきたいなと思って買ったのはいいんですけど、待って、英語のコーナーやめましょう。やばいですやばいです。英語のコーナーやったら多分第1回で打ち切りになります。もうそれぐらい本当にできなくて、だから買ったのはいいんですよ。そう、本を、英単語の本を買ったのはいいんですけど、開けたのまだ1回です。三日坊主とか言うまでもなく。どのくらいできないのか、中学生レベル、中学生レベル、中学生レベルも危ういと思いますよ。私なんかそこそこできるって思われてるんですよ多分。そうやって言われることも多くって、そこそこできるんじゃないかみたいな、まあ、メンバーのその3期生の高橋美久にも、なおさんって勉強できるじゃないですかって言われたことあって、でもそう、後輩にそう思われてるってことは皆さんにもそう思われてるんじゃないかなって思って怖いんですけど、そう、私本当に英語だけは本当にできなくて、いやこれからちょっと。まだね、海外に行けたりはできないんですけど、まあ、またもう何年後かに海外に行けるようになったら、ちゃんと外国のその方と一緒に会話ができるぐらいの英語スキルは身につけたいなと思って、ちょっとまた違う本探しに行こうかな。一回も開けてないのにね。ということでね、こんな感じでスタートしていくんですけど、こうリスナーの皆さんともこういろいろつながって、この番組を楽しくしていきたいので、ぜひツイッターの方でハッシュタグ小魚でつぶやいてください。まあ、もしかしたらそのハッシュタグ小魚から拾ってくるかもしれないので、皆さんぜひつぶやいてください。さあ、ここで一曲お届けしましょう。まあ、今週は私小坂奈緒がセレクトした曲を聴いていただきたいなと思います。曲は、グリーンさんで桜柄を選曲いたしました。まあ、この曲は、まあ、4月ということで、ちょっとまあ桜カラーっていうのをタイトルに桜って入ってるんですけど、ちょっとその新生活を応援するような楽曲になっているので、まあこれから新しい環境で新しい生活を始める方にちょっとぜひ聴いていただきたいなと思って、この曲を選曲しました。それではお聴きください。グリーンで桜カラー。桜の花が咲きました、この街でも同じ、星のドラゴンクエストプレゼンツ、日向坂46小坂奈緒の小坂ラジオ。この番組は星のドラゴンクエストの提供でお送りします。さあ、ここからはマンスリーテーマのコーナーをお届けします。毎月一つテーマを設けまして、リスナーの皆様からいただいたメッセージをご紹介していきます。7月のマンスリーテーマはこちら、始めたいこと。4月は何か始めるにはぴったりの時期ですね。
まあ、皆さんどんなことを始めたいのかっていうのをご紹介していこうかなと思います。さあ皆さんは何が始めたいんでしょうかね。では早速紹介していきます。ラジオネームドサンコメイプルさんから、男性の方ですね。早速ですが僕が4月に始めたいこと、それはゲーム実況です。今までも友達とワイワイゲームをするのが大好きで、この楽しさをもっとたくさんの人と共有したいなと思っています。ちなみに小坂さんがもし動画配信をするならどんなジャンルで、また誰とやりたいですか、教えていただけたら嬉しいです。あー、ゲーム実況始めたいんですか、いいじゃないですか私も結構普段朝準備してる時とか、ゲーム実況の動画よく見るんですよ。いろんなゲーム見てて、まあ、なんかホラーゲームも見るし、ゲーム実況でも難しくないですか、やるの。うちのメンバーにもゲーム好きな子がいて、ニブあかりって言うんですけど、そのニブちゃんもめちゃめちゃゲーム好きで、一時その自粛期間とかで自分で動画編集して実況やってた時あったんですよ。だからでも楽しいだろうな、ゲーム実況いいな、私もやりたい動画配信ね、ここのメールにも書いてありますけど、もし動画配信するならどんなことやりたいですかっていう。私もゲーム実況やりたいです。あんまりねゲームするの得意じゃないんですけど、でも最近ゲーム実況の動画を見すぎてゲームやりたくなってるんですよね、結構。うん、ゲーム機も持ってるのでぜひやりたいな。星のドラゴンクエストの実況は、星ドラの実況、やる私結構興味湧いてますよ。うん、で逆にそのストーリー性がある方が実況でやりやすいのかもってちょっと思ったりしてます。だしもしもそのゲーム実況するなら、まあ、もしも週1でねこう配信しますとかだったら、今日はこっからここまでで、次の配信はこっからここまでやりますみたいな感じで決めれるじゃないですか。だからストーリーのあるゲームって結構やりやすいんじゃないですかね。っていうことで、じゃあドサンコメイプルさん、星空の実況やりましょう私見るよ見ますよ実況さあ続いていきましょう。ラジオネームシナモンサリーさん、男性の方からいただきました。私が始めたいことは、いらないものを捨てることです。私は性格的にいらないもの、特に本が捨てられない性格で、そろそろ部屋が本で埋まりそうなので、この4月からはいらないものを捨てていきたいと思います。うん、なるほどね。断捨離ってことか。断捨離ね、私意外と得意ですよでも本捨てられないのはすごいわかります。私も漫画と小説だらけで棚に収まりきってないです。どのくらいあるの？漫画は、私が買った漫画用の棚は200冊入るんですよ。入ってないです。収まりきってない。ベッドの下に、入れる収納みたいなの買って、そこに漫画余ったやつ入れてます。ってくらい、私も本は捨てれないなぁ。うん、わかります。洋服はすぐ捨てれるんですよ。洋服とか、いらない、こう、ものっていうのは結構すぐ捨てれるんですけど、本だけは本当に捨てれない。どうやったら捨てれるんですかね。まあ、小説とかだったら読みました、でそこからちょっとの間読まないじゃないですか。でもまたいつか読むかもとか、この本好きだったのになって思ったら捨てれなくないですか。本って難しいと思う。それか捨てないで渡す、誰かにあげるとかだったら、また読みたい時にちょっとまた読みたいから貸してとか言えるから、友達にちょっと渡すだからそれでちょっと部屋開けましょう。うん、私も開けなきゃな、整理整頓しなきゃさあ続いていきましょう。ラジオネームさしっぱなしさん、男性からいただきました。僕は流行に乗ることを始めたいと思います。去年は新しい生活様式になり、漫画やアニメなどいろいろなものが流行っていて、僕は全然ついていけなかったので、今年こそは流行りに乗っていきたいです。小坂さんは流行りには敏感な方ですか？そんなに乗れないです、私もそう、これ私ずっと悩んでるんですけど、私本当に流行りに乗れないんですよ。同じかもしれないです。一時タピオカって流行ったじゃないですか。
ね、タピオカが流行った時、私全然タピオカ飲んでなかったんですよ。意地でも乗るまいと思ってその最近だとその別の飲み物、まあ、最近だったらまあバナナジュースとか、ね、結構流行ってたんですけど、そういうのが入り始めてから私はタピオカに手をつけましたもしかして天の尺え、かもしれない。そうなのかな。それこそ漫画とかアニメとかも一回その流行りが収まってから見ちゃうタイプなんですよ。そうだから私私ハイキューっていう漫画がすごい好きなんですけど、ハイキューも中学生の時にちょうどアニメをやってたぐらいの時だったんですね。私が中学生の時に、まあ、ちょっとバレーボールもやってましたし、けどバレーボール部の中でめちゃめちゃ流行ってたんですよ。ハイキューが、日向がとか影山がとか言ってたんですけど、私もうその流行りに乗れなくてで、ね、その話ついていけなかったんですよね。マジな天の尺だね。あ、そんなこと言わないでくださいもう認めてるからそう、流行り乗りたいよね。でも今何が流行ってるんだろう。よく聞くのでも TikTok じゃないですか。私たち日向坂も公式の TikTok のアカウントあるんですよ。ダンス踊ってあげたりとかしてて、でもそれぐらいですか、活用してないなうちのグループもそうだな。流行ってるのかな TikTok って。わかんない。いや私も前まで、そう3月まで一応 JK してたんですよ。こう女子高生してたんですけど、本当に流行り乗れないし、で専属でセブンティーンっていう雑誌でやらせてもらってるんですけど、そこでもいろいろアンケートとかあるじゃないですか。その女の子の間で何が流行ってますかとか、最近の流行語はとか、流行してるものはみたいなとかアンケート来るんですけど、いつもなんだろうなんだろうって思いながら答えてて逆に私も教えてほしいな。じゃあ私も頑張ろう、今年は流行り乗ろう。うん、流行ってるものをニュースで見つけて、あ、今これ流行ってるんだ、じゃあやろうみたいな感じで頑張ってやっていくか。流行りのコーナーやる、え、いいじゃないですか、やりましょうよ。皆さんが今これ流行ってるんじゃないですかっていうのとかメールいただいたら、ね、みんなで流行り乗ってけるじゃないですかプレゼンしてもらって、そう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 、プレゼンしてください。私に今これが流行ってるんですよ、学校でこれ流行ってますとか、今こういう曲流行ってますとかでもいいですし、こういう動画流行ってますとか言ってくれたら私聞きますよ。うん、プレゼンしてください、教えて私に有効教えてくださいということで、こんな感じでその4月のマンスリーテーマで始めたいことっていうのをご紹介していきますので、メッセージお待ちしております。さあこの後はラジオドラマのコーナーをお届けします。今回はどんなストーリーになっているのでしょうか。星のドラゴンクエストプレゼンツ、日向坂46小坂奈緒の小坂奈ラジオ。星のドラゴンクエストショートドラマ、私の名前は勇者奈緒。ブルリア星に迫る危機を救うため世界中を冒険しています。この世界ではモンスターと戦いレベルを上げていくわけですが、私はこれまで素手一本でやってきました。でもどうやら武器や防具を買って強くなっていくそうで、今日はショッピングに来ました。すみません、この防具試着してもいいですか。ありがとうございます。これなんていう防具ですか。鉄の鎧。へー、ちなみになんですけど色展開はどうなってますか。私あんまり地味な色好きじゃなくて、あー鉄の鎧はこの一色だけ。っていうか防具に色展開なんてない。え、そうなんですか。あとこの肩の部分なんですけど、すごいパッド入ってませんか。ちょっとバベルの時代を思わせるような肩パッドなので、もうちょい今っぽいのあります。ない。でもこれはおすすめなんですか。そうか、でもちょっと女子の私には重すぎるかもな。素材は何でもいいので、もっと軽いのないですか。春物のセーター的な。あ、
ない。そうか。冒険であろうが、おしゃれに手を抜かない。それが私のルール。次にやってきたのは道具屋さん。ここには薬草や毒消し草など、冒険でのトラブルに対応するものがたくさん売っている。でも私が探しているのはそんなものじゃない。どうしてですか？なんでないんですか？この世界で冒険する女子には絶対必要ですからね。本当はあるんでしょ？出してください。お願いします。私に化粧水と乳液を打ってください。冒険でも何でも、長期宿泊の際は必ずスキンケアグッズを持ち歩く。それが私のルール。今回のショッピングでは素敵な出会いはなかった。でも私は諦めない。素敵な防具とスキンケアグッズを手に入れるまで。さあ、続いてのコーナーはこちら、小魚ベストワン。リスナーの皆さんに考えていただいたお題に沿って小魚のベストワンを発表します。ということで、じゃあメール紹介ですね、していきましょうか。はい、ラジオネーム変化球ボーイ、男性の方からいただきました。なおちゃんに聞きたいのは、今おすすめのお笑い芸人ベストワンです。なおちゃんがどのようなお笑いが好きなのか気になるので答えてほしいです、ということで、まあ好きなお笑い芸人、お魚ベストワンは陣内さんです。いや、私本当昔から好きなんですよ。いや、なんか意外だなとか言われちゃうかもしれないんですけど、私あの YouTube チャンネル登録して見てますってぐらい結構ガチで好きです。じゃ次いきますか。意外だな本当に。ラジオネームかえとこさんから、男性の方からいただきました。山の頂上で叫びたい言葉ベスト1。おお、叫びたい言葉か。そうだな、まあこれはもうド定番だと思う。私やったことないもん。頂上で叫んだことないから憧れとして言うね。じゃあ小魚ベスト1はこちら、ヤッホー。いや、これはもうド定番ですよ。私やりたいもん。さあ続いていきましょう。ラジオネームもちもちなカズマさんから、男性の方からいただきました。小魚がやってみたいバイトベスト1。もうこれ私決まってるよ。うん、じゃあ小魚ベスト1はこちら、カフェ店員。超憧れなんです。もう私バイト経験ないので、そう、高校生からやってるので、おしゃれおしゃれでいいじゃないですか。おしゃれに生きさせてください。そう、すごい憧れる。いいな、やりたい。私も職業体験やりたいな。カフェ作ってみたいですもん。なんかカフェオレとか注文受けて作ってみたいなやりたいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。ラスト、じゃあこれで決めちゃいましょうか。ラジオネーム10円チーズフォンデュさんから、男性からいただきました。男性に言われるとキュンとするセリフベストワン。あ、なるほどね。私が言われてキュンとするってことか。なんだろう、何言われてキュンとするんだろう、私って。なんだろう。いや、でも無難にこれだな。私が、喜ぶのはこちらです。今日も可愛いね。のこれ言われたら全国の女子は嬉しいと思う。女の子って可愛いって言われるのってすごく嬉しいと思うんですよ。私もメンバーにでもいいですし、それこそファンの皆さんにでも、あの時あのミュージックビデオのなおちゃん可愛かったとか、ファッションショーとかに出たりとかして、あの洋服着てるなおちゃん可愛かったとか、何でも可愛いって言われたら女の子って何でも嬉しいと思います。全国のリスナーさんが今心の中で言ったはず、もうたくさん言ってください。日向坂46小坂奈緒の小魚ラジオ。
東京 FM 星のドラゴンクエストプレゼンツ日向坂46小坂直の小坂なラジオ、そろそろお別れのお時間になりました。この番組ではリスナーの皆様からコーナーへのメッセージを募集しています。コーナーの詳細は番組ホームページに書いてありますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページにはスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けない内容もありますので、ぜひお聞きください。そしてツイッターもオープンしていますので、ハッシュタグ小魚でたくさんツイートしてください。フォローもお待ちしております。ということで2回目の放送終えるんですけれども、これ何回やっても多分私楽しいって言っちゃいそう。楽しいんだもん。でも今回ドラマもやったんですけど、こうどんどん続いていきますので、今日のドラマもですね、結構ちょっともう笑い要素がたくさんあるような感じの内容になってまして、まあそうですね、勇者の奈緒さんは化粧水と乳液探してるんですよね今冒険してるのに大事なんだろうな、うん、女の子だもん、気になるよねということでね、まあ、来週どんなお話なのかお楽しみにしててくださいということで、ここまでのお相手は日向坂46の小坂直央でした。また来週、星のドラゴンクエストプレゼンツ日向坂46小坂直央の小坂なラジオ、この番組は星のドラゴンクエストの提供でお送りしました。どうやって見つけるんだ、この道進む